はい、10月12日相場解説になります。今回はですね、もう一方的な上昇トレンドでバイで乗ってよかったでしょ、バイで突き抜けたでしょ。私としてもね、すごくいい誕生日プレゼントになりました。今回10月11日なんですけども、もう大勝ちでした。ね、大勝ちすぎてもうね、笑いが止まんないです。非常にね、わかりやすい相場だったかなと思いますし、わかりやすい動きだったと思います。まあそれだけにね、ずっとこれまで苦しい一週間とかって先週言ってましたけども、もう先週の末に見えたなっていうところ、そして土曜日日曜日とも配信の方をさせてもらいましたけども、今回それが全部実った形になります。こちらです。まあデイリーを見たらお分かりだと思いますけども、結局ね、ここのトレンド転換を抜けたわけですよ。このトレンド転換してるところを抜けた、そしてもう一つあったトレンド転換を抜けたゾーンも抜けている。もうね、これね、バシュンと突き抜けちゃったんで、ブレイクしかないんですよね。こんなに分かりやすい相場、もう本当今年一番ですよ、これ。ね、今年ももうあと10月、11月、12月と3ヶ月残すのみですけども、こんなに取りやすいね、ボーナスステージはありませんよ。だから今回取れなかった方は、もう本当心の底から悔やんでほしいと思います。ね、これを私がずっとリアルタイムで放送しててですよ。で、バイで行くぞって言うからね、一方的に放送しておきながら取れないってことはもう勇気がなかったんですよね、きっとね。もしくは私がまだ信頼されてないのかもしれませんけども、おかげさまで、大きな利益が取れたという連絡は何件か来ております。最近の再生数に照らし合わせるとね、1割ぐらいの方が儲かったっていうね、自慢のメールを送ってくださいましたけども、私がいなくてもできるようにならなくちゃダメですよ、これはね、当たり前のことですけども、まあでも何にしてもね、大勝ちの経験をしたのはいいことだと思います。じゃあ次、4時間を見てみます。もう見ることはないんですけども、4時間も一方的に言ってますよね。113円まで行きましたね。112円の大台に乗るようなことを言ってましたけども、やっぱりここの頭を抜けたらね、もうあと阻むものが何もないわけですからね。ここにも何のあれも抵抗体もないでしょ。全然こっちの方空間ですからね。だからこれが唯一頭になってたんで、一旦下に引っ込みましたけども、もうこのゾーン、黄色いラインを抜けると何もないでしょ。だこれがね、ダブルトップから効いてるんです。ダブルボトムから効いてるんですよね。ダブルボトムでぐーっと駆け上っていくところ、これも遅ればせながら取りましたけども、一旦下がってね、突き破らなかったかなと思ったけども、突き破った途端もう天井知らずで上がっていったってことなんですよ。もちろん利確組がこれから入りますんでね、113円を超えたあたりから利確を意識してる投資家さん多いと思います。大勝ちの人ばかりです、この辺の人は。で、この辺で後追いで入った人はもうすぐに決済しますから。だからここでこの後追いで入るってことはね、ここ今日相場に参加した、まあそういうふうな新顔さんか、なかなか勝ってないからこそ、ポイントとなるこの辺が見抜けなかった方なんですよ。ですんで、そういう方は利確も早いです。利確も早いし、ロスカッター遅れるしみたいな典型的なね、損傷利大コースになっていきますよね。じゃあ1時間見てみましょう。1時間はもう退屈です。ズバン、ほらね、右肩上がりしかないでしょ。一旦緩やかに上がってきたものが横ばいに入って、で組み上げてブレイクと、で広がりながらのアリゲーターライン、もう言うことないですね。言うことがなさすぎて退屈です。で、これからどういう風な動きが出るかってことなんですけども、ここまで勝つとね、やっぱり火曜日12日は一旦お休みです。どのぐらいの利確者が113円を押し下げるかなんですよ。今113円の736ですけども、もうちょっとして利確組が揃ってくると113円を割るか割らないかっていうところまで下がってくる恐れがあります。で、そこで下がったら今度またね、新しい新規の買いが入るんですよ。そうなると今度は113円の376を超えて、さらに上がるかどうかの例のせめぎ合いになってきますんで、初心者の方はここから、中級者の方はここから、上級者の方は根っこから押し目からっていう風な判断になります。今回はあえてこの辺にさせていただきます。だから分かる人はね、今私がお話したようにエントリーを考えてみてください。もう一発お勝ちしますよ。それでは今回は以上です。お疲れ様でした。